五警部引き爪では首も目立つようになる。それが若い女性なら首の輪郭は優美な曲線を描くため女性美を強調することになる。ポニーテールも引き爪、引き爪等の一種。引き爪ることで遅れ髪遅れ毛という美衆の要素も新しく生じる。芸者の襟足画像はいずれも燃焼芸技の後ろ姿。このように燃焼芸技には 襟足へのお白いの塗り方に独特の様式があり、首が長く見えるように足と呼ばれる線を描く。上の画像の燃焼芸儀の白塗りは幼さを表しており、普段の座敷用の2本は足である。下の画像の燃焼芸儀は見せ出しと呼ばれるデビューの日の装いで、白塗りは格式の高い座敷に上がる際の洗練された3本足になっている。なお、 ゲーになると地毛ではなく、カツラを装着するのが通例となるため、襟足の白塗りは平坦なものに変わる。うなじとは、首の後ろの部分。解剖学用語で、語形部、語形部あるいは後部と呼ばれる身体部位である。同義語あるいは近似の語として、襟首、首筋、首根、首根っこ、うなぜなどがある。その他、名称などについては、 名小説で小説する。本校は人の語形部を主題としながら、人を含む動物の語形部を解説の範囲とする。うなじは、山和言葉であり、養老四年成立の日本書紀や東大寺文書の天平商法3年8月20日上、土姫基帳に早くもその名が見える。原文寺は旧時代。焼くは現代の補足。そのため人、一定右両面。 面格層。いただき合い向こう。日本初期巻き、第十一人特典の十五年上、書き下し文人は信じたい。文は文語体。振り仮名は歴史的仮名遣い。それ人となり、体を一にして、両の目があり。面格層非けり。いただき合いして、こうなし。まず、うなというのは、他の語の前について、首や、 首の後ろの部分の意を持って働く語素であり、うなずく、うなかぶす、うなかみなどの形で用いられる。うなの由来は定かではないが、元は、うのみで、首を意味していたとも考えられている。うな字の語源については、この、うなに、何が連結するかで説明され、以下の二説がある。うなぜは、中世後期のキリシタン文献などに見られる。うなプラスせの添下とされる。今後では 五形部のことを縦首とも言う。漢字、こうは、ページが、頭、こうが、まっすぐ貫くの意味であり、頭と背の間をまっすぐに貫いている、首を表す。耳の下から首の後ろにかけて、左右の髪の生え際が下へ伸びているところは、襟足、両脚という。古来日本では、左右に長く足のように伸びて、見えるのを良いとする。 その一方で、襟足のあって叱るべき書が丸い場合もあり、これを坊主襟と称して嫌う。江戸時代を中心とする女性の風習として、中央の髪を沿ってお白いを塗ることで襟足を目立たせることが多かったのは、ここに理由がある。うれつの画像、芸者の襟足も参照のこと。後ろ頭と首が繋がっているところにある窪みは、盆の窪という。解剖学用語では、 五頸部の穴を原理とする効果が同じ部位を指す。第七頸椎解剖学的には、効果の表皮の直下には、円髄があって、頸髄、頸髄に続く。すぐ近くに大根刀根もある。また、隆史とも呼ばれる第七頸椎は、五頸部の領域で最も大きな椎骨で、痩せて骨張った人が前鏡になるとこの骨の、トゲ突起が際立って見える。 いずれも江戸時代中期成立の鶴上家と常山治団に召集されている徳川家康の名言に、一手一手の正たる者どもに、味方所人所に、んの盆の窪ばかり見て合戦などなどに勝つ者にては、なしがある。これは、一方面の正たる者が味方の盆のぼばかり見て、いたのでは合戦で勝てるわけがないという意味で、大将が兵たちの後ろに腰掛けて、 自分の手は汚さずに、口先だけで命令ばかりしているようでは戦に、勝てないということを言っている。これは、三方ヶ原の戦いでの武田信玄の戦いぶりに、対して家康が発した言葉とされている。また、ことわざ、自分の盆の保は見えずは、他人の短所や落ち度はわかるが、自分についてはわからないという例えである。首筋を英語では、ナペといい、人を含む、 動物全般に用いる。その日本語音舎系、ネープは、うなじに施すボディーピアスなペピアッシングの意で、用いられるが、外来語化しているとは言い難い。なお、うなじの完全同義語は、英語にはない。21世紀の欧米では、上述のピアスや極々面積の、小さなタトゥーなど、小さな身体装飾を、この領域に、ピンポイントで入れる文化が見られる。後世は、 古代の漢語と古今の日本語では、語形部と背中の総称である。ただし、現代中国語では、後ろ姿を意味する。語漢書巻十一、左雄伝の一節、後、相持形容人数、多前後、相形譜、に、由来の四字熟語、後世相持は、前後にいる人が語形部や背中を互いに見る状態を、指し、原義は、前後の人が共に振り返るという意味であるが、 ここから転じて、体制の人が続いて耐えることがないことや、人の行き来が非常に多いことを意味し、日本語では、後世愛望むとも読む。江戸時代の日本では、和装における着物は、日本文化が儒教の影響を受けたことで、女性が肌の露出を避けて、胸や尻を帯飾りで隠し、化粧をする部分は、眉と同じに限定されたことで、うなじや、 頭髪のハエには首筋の美しさや長さで色気を強調し、後ろ姿の美しさを競うようになった。20世紀及び21世紀における着物の着方としては、ことさらに強調した着方は下凡とされ、うなじを強調することは少なくなっている。香水をつける際、一般的に白道のある箇所が良いとされる。首回りでは、 ご頸部と耳の後ろにつけることが推奨されているが、これらの部位には太い血管が通っているからと説明されている。香水のアルコール成分の温度が血管を通じて高くなり、揮発しやすくなって香りやすくなるからというのが第一の理由である。第二にはご頸部や耳の後ろは直射日光も当たらないため、香水の効果が保たれやすいということがある。うなじと、 遅れ毛女性が髪をかき上げたり、ゆい上げたりしたとき、襟首に残って垂れた短い毛を、日本語では、遅れて吐いた毛の意で、遅れ毛という。また、遅れ毛と同じように、女性が左右の瓶や頬のあたりに数本垂らした髪を、遅れ髪、愛嬌毛、遊び毛という。これらには、特に定義されない美的センスの判定による美臭が、存在する。 2017年7月30日、日本のとある中学校で女子のポニーテールを禁止するという奇妙な拘束が生徒総会で発表されたという話題がツイッターに投稿され、さらにこの拘束の成立理由が、うなじが男子の欲情を煽る可能性があるためという物議をかもすこと必死の内容であったため、ありえないブラック拘束だと大きな騒動になった。 審議のほどは明らかでないが、ツイッターの投稿によると、普段の学校のポニーテール禁止令は、若い教師らが企画し、PTA を通過して成立したとのこと。ツイッターでは、30年近く前からあった、ツインテールと三つ編み以外禁止だったなどといった投稿もあり、日本の学校では、こういった例は、少なくないという。実話と仮定した上で、教育評論家、水谷治は、 高速で縛るよりも、生徒にはなぜそのことがダメなのかを理解させることが大切だ。スカートの丈は何センチなどと規定を作るのではなく、教師が女子生徒に、そんなに丈が短いと痴漢に狙われるぞと、注意できるのが健全な教育現場だ。もし、うなじが男子生徒の浴場を煽るのだとしたら、注意すればいいだけの話。 それができないのは規則を作った教師そのものが変態だとしか思えない。と語っている。ひまわりの花女とそれを支える花柄などを裏から見たところ、首入れた花柄は人のコートに通っている。人がお辞儀をするような形で咲く花は、花柄を首やうなじに例えることがあり、その代表的一つはひまわりの花である。 ひまわりの果樹は大きく重く成長するが、人間が顔を上げて、周囲を見渡すのと同じように日の当たる方向へ向きを変える習性があり、その果樹を付け根で支える茎の部分である花柄は、見るからに人間の首のようである。それを読んだ俳句も残されている。なお、俳句に読む場合、こうあるいは、うなじと記すのが通例となっている。親猫が、子猫の首根っこをくわえて運んでいる。 この時、子猫は、ピビーの状態にある。猫によく見られることであるが、幼獣のご頸部の皮膚を穏やかに圧迫すると、幼獣の動きに、部分的の不活性な状態が生じる。これは、クリップの質とも呼ばれる、つまみ誘発行動抑制反射であり、親が高顎で持ち上げて、簡単に運ぶことができるようになる。ありがとうございます。